えー、いよいよカート神奈川芸術劇場の芸術監督を抜本タッチすることになりました何卒、えー、よろしくお願いしますこちらこそあの僕もこの七、まあ、年間、はいまあ、公共劇場の芸術監督ってなんだろうってずっと考えながらね考えながらやってきたっていう感じがあるんですけどもあの、まあ、外から見て けいさんが、まあ、はじめにカートンに。抱いてたイメージ。そして、あの、芸術監、監督って。あの、何をしていくべき。ポジションなのかって。どんなふうに思ってらっしゃいました。うん、いや。まあ、僕、あの、ロンドンに、あの、一年にいたときに、まあ。何人かの、あの。うん、芸術監督とは。 お会いしたたことはあったんでだから各劇場に芸術監督がいて、うん、そこでまあ,ある指針を示していて、まあ、芸術的指針だったりあるいはもう場合によっては経営に近いこともさ、うん、あのしているんだということをでとっても若い人たちが多いうんうんだからあので若い人たちが小さな劇場は若い人たちがやってそれがまたまあステップアップしていく場所みたいなふうにも、うん、あの海外ではなってるんだっていうのは。 目の当たりにしてて多分おそらくそういう段階には日本は行ってないだろうからまだ限られてますしねだから本当にあの僕もとても見えなかったです、うん、だからまさにあの白井さんがラインナップのプログラムを決めていくというふうなことを、うん、あのされていてそのことを僕はまあ,あの聞きながら。 あそういうふうなあの仕事のされ方なんだというふうに思いそれは一つあの芸術監督としての指針を示すには極めて分かりやすいスタンスだなというふうに <laughs> あの思って見て見ましたそうですか、はい、あの7年前にこの劇場に来た時にあの館長にねあの劇場の館長に、うん、いやこうやってあのつくことはついたんだけれども芸術監督って何をすればいいんですか まず聞いたことがあるんですよ、はい、でその時にあのお答えはあのまだ日本において芸術監督の仕事って何だろうっていうことがはっきりと定まってないでだから試行しながらあの自分の芸術監督像を作っていただければいいんだというふうに言われたことともう一つはも、ま、のすごい分かりやすく言えばねあの自分の演出作品を年に23本この劇場で作っていたらそれが芸術監督としての色がついていくわけだから。はい あのそうやって作品を作っていればそのうち見つかっていくよっていう非常に分かりやすいあのお,かお答えもいただいたんですよ。はい、でまあそうなんだけれども僕はそうですねあの、えっと、作家ではないからあの、まあ、自分の演出作品を出していけばいいんだけれどもあのそれだけではやっぱり自分一人でねこう年間になっていくのは 大変ですからやっぱりどんなディレクターの皆さんに集まっていただくかそしてどういう作品を作っていくかっていうことを決めていくことがまずは、まあ、おっしゃっていただいたようにかかりやすすいい、うん、方法でではないかなと思ったんですよねそれで結局あのこの劇場で自分の人気期間中にやっていただくあの演出家の皆さんをこう 自分で、まあ、あのおこがましいけれども、あのして指名させていただいて。で、その方々と、まあ、少なくとも自分の人気期,期間中に。何本は作っていただきたいということをお話しして。いくっていうことに、はい、自分で。そういうふうに。決め込んだっていう形だったんです。うん、うん。まあ、もちろん。あの先輩の方々のね、僕の先輩の方々の。はい、あの芸術監督。の。としてのあり方っていうのも。 拝見してまアダ國君の蜷川さんやその前にやってらっしゃった口田和義さん、はい、そして「あの,の国」も蜷川さんがやられてる姿を見たり、うん、それから鈴木忠さんが水戸芸術館やられたり静岡をやられたりさまざまなあの栗山さんが新国立劇をやってらっしゃったり宮田さんがやってらっしゃったり姿を見てたんでねあのそれなりにあの劇場ごとにやっぱり何て言うんだろうな 色が違ったというか、僕はまあそんな中でこの劇場まだ若いしうんとどんどんまあ発信力をつけていこうと思ってあの作品を増やしていくでそうやってそのプログラムを決めていくことでカートのうーん方針とあの芸術性っていうのも見えてくるだろうし方向もあの方針も見えてくるんじゃないかなと。 はい。まあ思ったんですよね。まあそれはもう本当にえっ、ー、となんていうかなそう決めただけ自分で決めただけっていう感じです。だから何かその分捨ててしまったこともあったと思うんですよね。でもそれ実行するのはなかなかのことだったんじゃないですか。うん、うん、まあね。まあ大変だったと思います。<laughs> まずあのまあクリエイターの皆さんとお会いしていくっていうことが大変だったですし、あの。 やっぱりね芸術監督なんて初めて分かったことなんですけどねあの我々は表現者ってやっぱり自分の表現を大切にするじゃないですかだからねね人のの表現を受け入れたくなないいよよ、ね、基本的にみんんそういううととこあると思うんですよだ,だから,だからあの何かものを自分たちで作ろうとしてるわけですからそれをねやっぱりこう相手の表現をあの認めて受け入れてこの人たちの良さっていうものを自分の中でちゃんと消化をして。 あのこの劇場で紹介していくっていうところに精神的な障害がやっぱこんなに自分の中で自分心広いと思ってたんですよ。<laughs> と思ってたんだけど <laughs> あれっ、うん、彼,彼は何をやりたいんだろうとかね <laughs>、うん、この人たちは何をしようとしてんだろうっていうものをこうつかみあぐねた時期もありましたしでそれを受け入れて、えー、と消化していく過程で 1>, 1年間くらい苦,苦しんだ時期がありました。うん、うん。なんかあのー、ジレンマでしたね。ジレンマでえっ、ー、と自分でこの先ほど言ったこの劇場で自分の作品を作っていけば色が出るっていうこととあのーえー、他のディレクターの方たちにここに来ていただいて作っていただくっていうこと、それはあの他の表現者のえっ、ー、と表現を えー、感覚とか感性とかも全部見て認めていくっていうことですから、相反あ、若干相反する部分もあるんですよ。だからそこがね。ちょっと初めは苦しんだんですけど、ところがね。1年ぐらい経った時にサってなくなったんです。何なんだろう？よくわかんないんですけど、だから初めね。カートのね。制作の皆さんから白井さん、月額監督になられるんだからな。なるんだな。なってるんだから、そこで白井さんの傾向場に。 あの単のディレクターの方が見に来たりとかでそこでこうレポート書いてもらったり若い僕よりも年下の、ねはいはい、方々に書いていただいた,い,た,だい,たいんだという企画を持ち込まれた時にものすすごい抵抗があったんです、うんはい、恥ずかしいというのか何、うん、かこうあの裸を見られるような恥ずかしさがあったんですけど、はい、なんかねそれはいや自分の職務だとか思い始めたらねだん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 ,だん裸ん坊になっていくのが平気になって。うん ももうこんなもんなだみたいな <laughs> どうにでも見てくれみたいな気持ちにはなったところから比較的変わっていきましたなるほどうんそ,その気持ちっていやだから僕も、えー、と僕はまだその「あの芸術参与というふうにあので2年間ここまで、うん、あのさせていただいてやっぱり僕もそれは引き続きラインナップを決めていくということはどうにも あのやっぱりし,していこうと思いましたしあのそれが走り始めた時に全く同じですね今まで僕自分のことしか考えてこなかったってことを, <laughs> <laughs> を目の当たりにするというかいやそのことに直面した時は驚きましたなんでだから自分のこの劇場でやりたいことってむちゃくちゃ出てくるんですよ 作品とか、うん、こんなものも書いてみたいなとかこの小説もこうやってやってみたらどうだろうっていうアイディアはぶわーってノートが埋まるんですけどでもいや、これ別にやるわけじゃないから、うん、だからあのー、で,で、それであっじゃあって言ってそのいろんな方たちにお話しするとき、これ僕,、まあ、僕は1年とは言わないですけどあのー、そういう仕事だっていうふうに、まあ、やっぱり白井さんの背中を見てたんでだからあのー。 最初はだけどやっぱり抵抗というんじゃないですけどこんなに僕人のクリエーションのこと考えるんだと思ってその時間にとても戸惑いはありました。で、えー、とただ僕も結構それはすぐにだから今や僕2021年度のプログラムとか。 もうどれも楽しみでしょうがないですし、うん、でそれはもうあの引き継いだ2020年度から引き継いだあの未練の幽霊もそうだしそれから桐山さんのもうポログラフィーもそうだし、うん、アルトロの再現もそうですしこれ全部楽しみになったんですよね。それはすごい すごいな新鮮な感覚あので僕は多分あの多分というかはっきりと違うのが僕は確かに、えー、劇作もするので、うん、あの白井さんとまた一つ大きく変わったのは、うん、僕はディレクターで選ぶというかやっぱり作品から選んでいこうというふうなスタンスをとってあの選び始めたんで,でこの作品をやろうっていうことをまず 決めてから、うん、それからじゃあこれだったらどんな演出家に頼むべきなんだろうっていうことをあなるほどという選び方をし始めていて、うんうん、これはまた極めてこうまた大変でやっぱり非常にその偏ってしまう可能性もあ,の、うん、ありますしあのどうやって幅広くやっていこうかっていうふうなところで、うん、まあそこはもう、まあ、悩みながら進めていけばいいかなというふうに思ってるんですけど。でも本当に 最初だ、そうです本当に半年ぐらいはずっと言ってましたもう自分のことしか考えてなかったからか難しいなって言いながら <laughs> そうなんですよねでも、本当に今はもともと感激も好きですし、うん、そのスイッチがまさに入るともうとにかくどの方にもねやってほしいというふうな思いがやっぱ湧くようになる。そうななんだよね、はい、体がなんていうかな この劇場と自分の体が一体化してくるんで、うん、なのでこの今まさに座っているここでどなたにやってもらったら面白くなるだろうっていうような、まあ、自分のうちに誰を招くと楽しくなるだろうっていうような感じですよね、はい、なんか本当にそういう気分に1年ぐらい経った時にふっっとなんんかこうあの心持ちが変わったんですよねそれからはあの楽になったって言ったら嘘だけどあのえっ、ー、と 楽しくなりました。うんうん、であのいろんなディレクターの方たちと話しするのが楽しくなったしであのそのことによってあの自分が知らない表現だとか自分が知らなかった感性の方々とかそういう方たちと出会えたのはものすごい財産ですよねものすごい財産でしただ、まあ僕の場合はあのまあ今あの長坂さんが言われたようにあの作家でいらっしゃるのでやっぱ作品を どなたに作っていいだこうというと視点。僕の場合はあの演出家だからどの演出家に何を作ってもらったらこの演出家に何を作ってもらったら面白いかなってそういう話し合いをずっとしてきたという感じでした。はい、でじゃあ肩や自分はこの劇場でどういうスタンスで行こうかと思った時に僕ねあのなんかね、癖があってですね。劇場によって作風を決めてしまうとかあるんですね。ほう なんかそう言われてみるとすぐピンときましたけど世田谷パブリックシアターでは比較的硬めの文芸作品ばっかりやってるんですよ、はい、でシアター国でやった時は音楽劇ばっかりやるんです、ねうん、であとそあの例えばアクトシアターでやる時は自分なりのエンタメエンターテイメントをやってみようっていう感じで青山劇場育ちじゃないですか、はい、で青山劇場でやった時はやっぱりなんか音楽を重視してたんです。うんうん、音楽との融合みたいななんかねこう 自分分の中でで勝手に住み分けしてたたあったんですねじゃあカートなんだろうと思ってこの空間こう見てで大、大スタジオ中小スタジオを見た時にうん僕はこの劇場で何か柱あの自分の中での柱を立てるべきだと思ってそれで古典をやろうこの劇場で古典を現代化するやつをやってみようっていう、うん、それで20世紀前後の美緑をまずはい、はい、それが1本目だったんですよね。でそれしてもう一つはややっぱり音楽や あの現代美術とか好きだったからその融合みたいな形でもう最初にやったロストメモリシアターっていうのはう訳が分からなかったと思うんだけど僕にとってはあのダンス身体表現とそれから演劇とそれからあの音楽とで舞台美術と美術と映像も含めてあの一緒の融合のものだったんでそういうことをどんどんやっていこうっていう思ったのが2つ目と。 やっぱりこれからこの劇場になっていっていただかなければならない僕よりも年が若い演出家の皆さんにできるだけ会おうと思って初めはまあ先ほど言ったようにちょっとこうなんか心の障害が障壁があったんですけどね <laughs>、うん、でもそれがもう楽になっていったっですかかねうんなんかやっぱり白井さんのスタンスがはっきりしていたことはその。 実は僕にとっては引き継ぐ者にとってはなんあのプランを立てやすいというか、うん、あの次に何を乗せていくべきかということを考えたりそれから、えっとあのまあ、一期で、まあえっと、スーパーバイザー2年それから5年の芸術監督であのバトンを僕にあの渡すということはやはり劇場が動的であるべきだ。うん、だからあの僕はは最初に考えたのは ととにかかく指針を出すすこと、うん、この劇場どうすべきか、うん、で僕は、まあ、繰り返しお話ししてますけど、うん、この劇場があの演劇界にの関係者の皆様それから演劇好きの皆様に非常にこう知られたということのこの10年の財産だと思うんですね。うん、でそ,のそこに大きく乗っかって、えー、やっぱりさらに新しいお客様まだ演劇と出会ったことのないお客様と出会っていくっていうことを目指していきたいというふうにあ思えたんですねここのことってでもね。 やっぱりあ白井さんが気づいてるものが気づき上げてきたものがそれからし示していた指針もはっきりしていたからあのすごく立てやすいんですよね。うん、で必然的に僕はやっぱり劇作なんで、うん、あの作品選びっていうところから始まった、うん、僕がそれで言うとこのカートであのまあこれは自分の資質もあると思うんですけど何をしたいかなっていうふうに思った時にバッとやっぱり浮かんだのは。 まあ僕は三好十郎とかそういうものに惹かれていたこともあったんで別にあの古典をということでは古典とか近現代の一居というふうなことに限らずなんですけどやっぱり日本語っていうものに対してあの焦点をきちんと当てていきたいなというふうに思ったんですね。であのなんかあ まあむつと難しいように見えるものでも噛み砕いていけば劇って伝わっていくし、うん、まあ日本にもたくさんの財産があ,のあるしこれからまだ日本語を紡いでいくたくさんのアーティストもいると思うし何かここにある一つの焦点を当ててで翻訳劇を作っていく時にもやっぱりその言語日本語に訳された日本語っていうものに対しての意識を高めていこうっていうふうな思いでもこれもやっぱり白井さんのその5年間を見ててあのいるからやっぱりあの。 すごく自分で組みやすすいんですよ、ね、で、ね。なおかつキッズこれはこれはもうカートが作ってきた、うん、白井さんと言わずもうずっとこの10年で築き上げてきた財産ですからこれはやっていくべきだしそれから素晴らしいカートエキシビション、うん、やっぱり演劇がそのいやどうしても視野が狭くなりがち小さなお客様小さなというかあ,のある,あるあのと僕らにとって非常に大事なその あの演劇を愛してくださるお客様たちが各劇場のところを見て回ってくださってるこれはもう本当に素晴らしいことなんですけどそれはもうコロナでまたどんなに厳しい状況になってもいらっしゃって、はい、僕らに力をくださるしなんですけどそこにやっぱりさらに。あのと まずこの近隣のお客様からそれからあの県内のお客様にもそれからもちろん東京と大きな太いパイプがあの交通的にもなってますしこれまでも支えていただいている皆様があって,のあってこそですけどさらに広げていきたいというふうな何かそういう指針をね立てられるでも本当にエキシビションでそういうエキシビションはやっぱりそういう僕らがあの違うジャンルの方たちと会うことによって 視野がバカッと広が広っていく。うんうんね、そういうことを,をしようっていうのがぐーてて湧いてきたんですよ、ねうん、だからそれはあの本当に一重にね、うん、あの何か一つか少子貫徹してるというか、まあ、もちろん紆余曲折は多々あったと思うんですけどでもその思いを貫いて下さったところにあの僕も何かその貫けるものを探すっていうことに 結構早くに取り掛かった、うんうん、それはすごいでコロナでもう一つ、うん、あの僕がそこにもう一個そこに意思が固まったとっいうこともありますけどあのそう言っていただけるのは本当にあ,のありがたいことなんですけど自分ではただただがむしゃらにやってただけだったんですけど <laughs> あのそ,そうですねあのやっぱりあの 20年というのはコロナがあって、まあ、中止になってしまったプログラムもあってでもそれを引き,あの引き受けていただいて21年度以降にやっていただけることになってすごく本当嬉しいんですけどあのでもあの変な言い方ですけど僕は20年度の一番の動的であるという意味では動的な劇場でありたいという意味での最大のプログラムは長塚新監督への「バトンタッチ」っていうこのプログラムが僕にとっては最大のプログラムだったんですよ。 はいはい、<laughs> すみませんなんかプレッシャーかけるような言い方だけど最大のプログラムで <laughs> ここでこうやっぱりゲース感とか変わるというのは大きく劇場がステップアップであったりステップあのこう違う変化をできるチャンスじゃないですか、まあ、野球だって何でもそうですよねあのチームの野球の仕方が変わったりとかする、はい、まあ本当にその通りなのでやっぱりそのこの劇場が。 あの自分のやり方だけでこう傾いていき始めた時がやばいと思う「まずいなこれ」ただもっと多角的な目で今度違う目で長澤さんの目で見てもらった時にこの劇場は何ができるかっていう可能性がまた出てくるっていうそれが一番の,あの願いだったしあの自分が3年半前3年ぐらい前ですねあのふとこれは。 あ,のあと3年後に自分の人気が来た時にどうするのかっていうことを考え始めなきゃいけないっていうふうに思い始めたんですね。あのでなければ動的であることがあと思う気持ちにマンネリズムが始まっていくだろうとも思ったしだからあの違う方針を一つなんか立ててみることによってまたこの劇場に体力が 生まれれると思うんですよねそれがなんか楽しみだなと思ってるんですだから中塚さんが僕と、あのー、そういう三条、あのー、として入っていただきたいんだって話をしてこの2年間あの劇場によく通っていただけることになって時,時としていろいろな折を見てこう話をしてる中で、あのー、ご自分のイメージを傾けてかの可能を決めていっていただいてで方針もね 早々とほら出してくださってたじゃないですかあのシーズン戦にすることだとかああ、はい、それから一つあの1年のテーマを決めていくとか、はい、そういうことも含めてその辺は何かこうあの見ていてど,どこら辺からそのいやその僕にバトンを渡すっていう、うん、その熱、うん、最初に <laughs> そのプレッシャーにこれ相当な覚悟だなと <laughs> で。なかなかまああのもうそれが、まあ、ある種えっと 決まってるというかあの新国立劇場以外でそんなにあの芸術監督ってどんどん変わっていくというふうな状態じゃないじゃないですかその中で一気でって言われた時の感じあの目の中の炎みたいなもの <laughs> そういうものを受けるとやべえと思うやべえっていうかなんかじゃあ次の段階に次の段階っていうのはいいか悪いか分からないですよ。でもと 僕は一番最善と思われる方法で。何ができるんだろうっていうことを。とにかく考える、だからね。作品を考える。の、にもちろん最初行くんですけど。いやいえ、こんなことしてる場合じゃないぞと。うん、どっかやっぱり指針だっていうふうに思わせて。もらいましたね。うんうん、だから。僕が。すごい。あの。偉そうな言い方ですけど。何がここに足りないっていうことを探す。あの。探して。うん、で、それから。それで、まあ、やっぱり。 この劇場があの今度は、うん、とどういう視野を持って年間視野を持って動けてるかということをちょっとずつ1年目は無理だと思うんですけどまだまだでもちょっとずつそのお芝居を普段見ない方たちにも何かやってるっていうふうに気づいてもらおうとそういうことを考えようって思ったんですね。うん、だって大体それに、 別に比べるわけじゃないですけど2019年度それから実現はできなかったですけど2020年度のプログラムちょっと腹立ちましたからね多いし <laughs> もうバラエティーに富んでるし <laughs> こんなできねえぞとであの本当にねこれいや僕らも未,未体験のゾーンだからあのいやそもそも僕が3位で入ったときにも 劇場内はざわわつくわけですようん、うん、だってそれから僕は21年度のことからを考え始めるわけですからす劇場内で19年度20年度それから21年度って新監督になるやつの何かがを考え始めなければならない、うん、カオスが始まるわけですよ、ね、そうで,、ね、<laughs> でこのカオスになってからっていうのはやっぱ、うん、なかなかでしたけど、うん、でそのとにかくそのプログラムの強烈さを前にしかも。 その21年度のかことを考えるのがなかなか大変なんですよ大変なプログラムだからだから隙間を見つめてあの、うん、スタッフを使いまえながらでもそれはそれでそういうもんだからそうそうだって今ランニングしていかなきゃいけない、うん、未来のことも考えなきゃいけないそれが今の劇場の当然のことで白井さんとだって白井さんが2期やるとしたら21年度のことを考えなきゃならないから、うん、だからそのふうにや,やっていくんですけどでも本当にだからすごくそ,のそれは本当にカオ,スだカオスはカオスだったけど。 でもまああのプログラムのすごさみたいなのはあのでこのこともまあ,ある種自分の中ではじゃあ自分には何ができるか、うん、じゃあその21年度に与えられたその、うん、とある種の上限というか制約の中で何が一番最善を尽くせるのかっていうことを、うん、これも考えるね あののい討ちになりました。そのいや白いプログラムをこうやってにらみながら。<laughs> いやだからね <laughs> あの劇場のスタッフの皆にはもう本当に苦労をかけたんですただあの本気でこの数を恒常的にやれるようにしたいと本気で思っててね思っててでそのためのシステムを作ればいいと思ったんです。 増やすことに対しても、そしたらお金がいりますよね。でそしたら、じゃあ自分たちで稼げるようになればいいじあのあの自家発電できるようになればいいと思うからあの、えっと、公共劇場だから、えー、公共の劇場のためあの公共的なために資金を投資して、えっと、なんていうかな自立できなくても芸術性が のみ高まっていればいいという考え方それはもちろんあるんですよあるそれもあるだけどちゃんと自家発電できるように、えー、できるできればいいじゃないかっていうふうにちょっとね本気で考えてたんだよねで本気で考えててあのこの劇場にこれも本気で考えてた時期があって毎月新作がかかるちょっおっしゃってましたね十二 <laughs> 本は無理でも十本かかるっていうぐらいのなんかこう あの？6、7年前にあのここに来たときにそのことをね。夢見たんですよね。夢見ちゃったんですよ。その頃から聞いてました。あ、そうです。さっ <laughs> 割とそのぐらいから聞いてました。いや、そう。本当本気で思った時期があったんですよ。なかなかそれは大変だっていうことはもうあれだったんですけどね。まあ、でも。まあ19年度ぐらいからはなんかそういうイメージが。 あの少しあの毎月のようには,それは無理です無無理ですよ無理でですすよけど少しあの,あのそういうスタンスが生まれることが可能性が出てきたとは思ってましたただまあ,あのそれも是非を問わなきゃいけない、うん、そのことの是非も問わなきゃいけないと思ったそれでいいのかっていう,あのいうことはまたあの民間の劇場じゃないわけなのであの そういうよういよなあのえっとま何、あ、て言うかな経済的に自立できればいいだけの作品のために何か逆に芸術性を捨てなきゃ削らなきゃならないこととか公共性で削らなきゃならないとかこととか集客だけを考えるようなその作品作りもになってしまうっていう。あの 我々とやっぱり人って慣れるもんですからそっちの方を見てたらなんかそれが普通になっていっちゃうっていうのがあるからいやちょっと待ってよとこの揺り戻しが必要だと思うのでそれがのぜひ問いたいなと思っていたんですねすごくそそれは思ってましたでもその精神は、まあ、自家発電できないかっていう風な精神は僕は公共ホールにもあっていいと思うんです、うん、それはいい作品があこれはよく仕上がったからそれは全国に売っていこうとか、うん、海外に買ってもらおうとか、うん、そういうことができたら いいいなというふうには思うでも確かにそ,れあのその考え方には集客主義になると,、うん、と今度は県立のこの、まあ県の県劇場がやっぱり東京の,あの劇場と競り合わなきゃいけないというふうな状況に思考がどんどん追いやられていく可能性っていうのも多分に感じたことでもあってじゃあだからでもその,その自家発電しようという精神はやっぱり白井さんの。 その、えっと、考え方としてこの劇場の中にも一つあそういう考え方があるんだっていうことはやっぱり一つの種にはなったと思うんですねでもそれをどういう形で公共劇場が実現していかなければいけないのかっていうことが僕らの与えられた命題なのかな、うん、大きな有名な方たちを招いて、うんえっと、劇を作るそれはそれでもちろんだからあの日,本の日本はいろんな劇を 芝居を学べる場所というのは現場というふうに言われるような世界でもありますからあのたくさん経験値を名のある方のほうがたくさんの経験値を踏んでいるということを考えるとその,その辺のところは難しいですけどす、ね、ただでもその有名性ということだけであの知名度ということだけで何かこうあのが中心になっていってはいけない、うんうん、それはホールの公演であってもある違う成功のさせ方はないかということをこれはもち,ろんもちろん大変な道のりだと思う。 を期待してるんですよ。<laughs> 僕はね、<laughs> すごく期待してるだけど、ね。自分がここにたくさんの人たちが来てもらうためにやややろうとしたこととは違う方法でこの劇場にたくさんの人たちがやっぱりこの劇場にたくさんの方々が来てもらいたいというのはあのだだこの劇場に関わっている人間のすべての,人間の思いだと思うんですね。はいはい、だからそのための方法があのいろいろあっていいだろうというふうにすごく思っていて。 でもこれに限界があるというふうにも思うしでもその中にはいい面もあることもあると思うんですねだから僕は「あの公共劇場だからできること」とか「公共劇場にしかできないこと」っていう言葉があまり好きではなくてなんかそれってすごく偉そうな言い方のような気がするんですだからもう公共劇場でもできることっていうのはあるっていうぐらいの気持ちで行こうと常に思ってたんですけどというのはそのあのあたくさんのあのえー、っと 方々が見たいと思うあの俳優の皆さんだとかスタッフの,の,の皆さんだとかっていうことの中には公共性も入ってるんで、うん、より多,多くの方が見たいという公共性が入ってるわけだからそれはあのそ,れでもそれも一つありだと。はい、でも逆に、えー、とあまり目がいかないこともちゃんと拾い上げてここに集めてくるそして今まで、えー、と演劇というものとのつながりがなかった人たちを こう向かせるための努力というかな。そしてその方法でなんかいろんな方法がこの先まだある気がしてるんだけど、うん、それがね、うん、あのー、やっぱり自分の世代とあのの中では考えきれない部分もあったりするんですよ。やっぱりほら僕の世代は衝撃場バブル時期だったから、<laughs> だからあの八十年代九十年代で育ってきた人間とあのケ、ー、イさんのあの世代とはやっぱ違うから。うん その中で戦っているアーティストの気持ちとか気分とかってもすごくお分かりになると思うんですよね。なんかそこら辺のことっていうのをなんかあのー、なんだろうな委ねているというかあの期待してるのもかもしれないんだね。僕はね。うんまあまあねだから僕はねあのうん。 そここで悩むところです。僕も同じようにかかあのおおも思って、まあ、あえてそういうふうなあの言い方こういうホールの劇場をこれまでと違う,う考え方でどうにかできないかそのでもえあの入り口になったのは、えー、とウォーホースですね。うん、ウォーホーホスを見たときに素晴らしい作品でナショナルで作られてその後、まあと、まあ、商業的なところにもどんどん買われていくんですけど。 いやそれが自分ができるかということではなくてですけどでもあのスケールでそれはあのやっぱりスタッフと俳優たちの根気よく作っていったそれで結実したエンターテインメントだったんですよね。うん、僕はそこに夢を抱いたんですよそれがそんな作品がいつかできないだろうか、まあ、それは自分がこの劇場にいる間にそれができるのかどうかわからないですけど何かでもその種でもいいから。 できたらいいなっていいなううふうに思います。うん、それが全国で見たいと思ってくださる人たちがあるような、うん、このカートで作った作品があの時間をかけて作った作品があっのやがて世界にみ,みたいなふうにできるといいなそういうの作品が作れたらいいなというようなところが、まあ、どっかいつも、うん、あのどっか立ち返るときに、うん、そう何かウォーホースあのスケールは無理かもしれないけど、うん、あのぐらいのことを。 考えられないかでそれ今も愛され続けてるんですよ。でそれっていいなって思うんですよ。